バリサン TV。 バリサン TV。 よし、来た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 。会議室だね、今日はね。今日はね、ちょっと画面がでかい。素晴らしいとこでやってます。今日はあんまりでかい声出すと響くんじゃない。確かにね。すごい。すごい、ここのさ、会社さ、いつも撮らせてもらってさ、まあどことは言えないけどさ、会社さ、なんでこんな俺らに優しいんだろうね。わかんないよね。別にさ、場所代払ってるわけでもないし、どこでも使わせてくれるじゃん、結構。いや、そう。ここ、なんかさ、まあ6階、7階とあってさ、7階なんてさ、ちょっとレコーディングスタジオみたいな。すごいよね。そういう時あるでしょ。それもここの会社の7階なの。すごい、助かってます。助かってます。ありがとうございます。じゃあ行きましょう。今日二人で、あ、うん、すいません、チェリコのカツオさん、すいませんね。はい、さあ、今回はですね、今回何喋りましょうか。どういう話しましょう。ズブレッド。あ、いいですね。ザザーン。ザザーン。これ、まあ実質1枚目って言われてる、もう一個前にあるみたいなんだけど、このアルバム、あんま知らない。知ってるか。でもプレイオブザ、聞いたらわかる。いや、やっぱ一番有名なさ。あ、そうだね。これが、これさ、もっとさ、ミクスチャーっぽいやつか。そう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 。そうだね。どちら、これファースト？これがね、実質セカンドらしいんだけど、あ、まあ俺らの中ではファーストっていうイメージ、うん、初めて知ったのはこのイベント、うん、アルバムで、うん、なんつうんだかな、ウェイテッド、ウェイスト、ウェイテストオブマインド、うん、マインドかな、これマインドだと思う。本当？うん、本当。で、この曲さ、初めに聞いた時に、まあずっとさ、ラウド寄りのさ、うん、なんていうの、ミクスチャーロックというかさ、うん、ヒップホップが主流な時にこれが来てさ、うん、まあちょっと新しい感じがしたんだよね。ちょっと緩いというか、緩い感じのポップな感じでさ、うん、でハマっていってさ、でこの当時さ、ビジョン・オブ・ディスオーダーも大体これぐらいの時に出てて、うん、あ、そうなの。こういう、あの、こうやってね。あ、そう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 、そういうやつ、ね、で、ビジョン・オブ・ディスオーダーが当時ね、多分ね、ウエストだったかな。なんか来てた、来てた。俺ね、センター街でね、メンバーとすれ違ったもん。俺、シアター D でライブだったの、お笑いの。そうなんだ。シアター D でライブで、今日 VOD ライブやるんだよなーと思って、で、俺はもうこう、マンブルゴッチンでコンビの時、うんうん、でこう、ね、センター街抜けてお笑いライブのシアター D 行こうとしたらさ、あの、ドレッドだったじゃん、ボーカル。あ、ドレッドだった。で、明らかにあのボーカルなんだよ、うん、うわ、VOD 歩いてるライブ前にって覚えてる。そう。で、多分ウエストだったから。あ、ウエスト、ナムとか出てた、出てたのかな。で、俺めちゃめちゃ行きたかったんだけど、うん、なんか行かれなかったのよ、うんうん、ただ買わなかっただけで、で、うちのリーダーが多分行ってんのね、それに。で、めちゃめちゃ後悔した覚えがあって、このバンドの初来日は絶対に行こうと思って、で、クワトデでやった時に初来日のライブ行った。ワンマンでやってるの？その時ね、マッスルドギーグループかなっていう名古屋のバンド。と一緒に回ってたのか。うん、そこでは前座で出てたかもしれない。で、ゼブラヘッド見て、やっぱこのバンド、やっぱミクスチャーのポップなミクスチャーのバンドだった、うん、メロディーがあってる間にラップ入ってるみたいなやつ、ね、だ、日本で超ウケてるバンドだよね。いまだにサマソニ出てるの？出てると思う。すごいね。なんかマンウィズとさ、なんかカップリングとかやってるよね。もう十何年サマソニ出てるでしょ、連続で。で、結構さ、寄ってきてるというか、こ、日本に。そうなの。だから、俺すぐ走っちゃうんだよな。LDH のさ、女の子のグループ、今ちょっと解散しちゃってる。どの、全部の、全部が一緒になってたやつなんだっけ。なんだっけ。なーれ、ほろみ、ほろみ、そう、ほろみをさ、あの、カバーしてたりとか。あ、そうなんだ。そう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 。だこっちに寄っててさ、なんか日本でしか人気ねみたいな言い方してるけど、でも意外にアメリカでもそんなことないんだよ。そうなんだ。なんか俺も勝手に日本のイメージ。イメージ。ただ、出稼ぎにすげえ来てるなーっていうイメージ。ただ、こっちにめちゃめちゃ寄ってるだけで。日本側に受けるようにしてるって、うん。そう、だからなんか、あの、カバー曲とかもさ、うん、あの、スパイスガールだっけ？ワナビーとかさ、うん、なんかその辺のカバーとかも、なんかちょっと日本寄りのポップな感じには寄ってるけど、うん、まあまあ、すげえいいなっていうミクスチャー。FC 東京はね、うん、なんか絡みあって、FC 東京のちゃんととか作ってんだよ。で、なんかライブの時、FC 東京の日本来て、ギターかな、ベースかな、やってたよ。アメリカ出身だしね、結構。アメリカ出身だとなんだよ、FC 東京。いやいや、アメリカ出身だしね。何の説得力もない。確かに。うん。だけど、まあ、めちゃめちゃいいのよね。
特にボーカルはさ、何回か変わってるでしょ。そう、だからそれでちょっと人気落ちてんじゃないかなっていう、向こうで。向こうでね、元のボーカルがみんな人気があった、曲作ってた、多分プレイオブザイヤーとかもその人メインだったと思うから、その人が抜けて、ギターボーカルみたいな、ね、入れ替えだから、そこでほらメンバーチェンジあるとちょっと落ちるっていうじゃん、まあ、うん、そういうので落ちてるのかもしれないけど、うん、まあなかなかボーカルだもんね。あとしてラップの人が入ってるからね、ちょっとインドっぽい人。そうそうそう、あの人インド人、アメリカ人じゃない、アメリカのハーフか、うん、そう、だからああいうリンキンとかとああいう感じじゃない、リンキンなんかすごいマッスルなイメージやな、あるあるある、うん、ね、めっちゃすっぱたかった、うん、マッスルでこうやってラップやってるイメージ。だからあとドラムが太ってるドラム太ってたっけ、ドラム太ってるイメージは、ね、なんかゼブラヘッドってさ、うん、なんかまあ、サマソニーで1年に1回来るじゃん、うん、1年に1回見るとさ1年に1回か分かんないけど、まあ、それぐらいの頻度にしてるよね。そうそう、1年に1回ぐらい出稼ぎで来るわけじゃん、出稼ぎで、出稼ぎかどうか分かんないけどさ、この、ね、うん、日本で人気があるから、人気だから、ね、呼ばれて来るわけじゃんか、うん、どんどんみんな太っていくイメージなんだね。そうだっけ、なんかドラムの人なんてめっちゃ太ってるイメージある、あんまりイメージないけどな。なんかギターかベースもめっちゃ太ったなと思って最近見た気がする。そう、なんかちょっと見てみるよ、そしてゼブラヘッドね、うん、何枚出してんの、これ10枚でまだ聞くの。いやだからそれまで止まっちゃったよね途中で。ちょっとさ、うん、あのそれこそさミクスチャーっぽくなくなってくるというかさ、どうなの、ちょっとメロコアっぽいポップパンクっていうのかな、の方にちょっと寄っていくという、このボーカルがいなくなってかも、だからプレイオブザプレイメイト、プレイメイトオブザイヤー、あれぐらいまでなんじゃない、多分ちょっとミクスチャーっぽい感じ、そっからあとはなんかちょっとポップな感じになっていく。でもまあマウィズとかともやってるからね、マウィズの曲はちょっとミクスチャーっぽいし、まあ、ちょっとミクスチャーっぽくしてんのか、やっぱ日本に合うんだよね。だからチョークスリーパーを思い出したりとか前に紹介した、もうやっぱちょっと影響受けてんじゃないかなっていうのは。他は誰影響受けてるの。でもラップとさ、あ、でもさ、あの当時ってさ、J-ROCKでもなんかいたよね、そういう人たち。うん、いた。ハイティー、マイティー&カラーみたいな人たち。ああ、いたかもしれない。女ボーカルでさ、男の人、こうやってちょっとラップっぽくてさ。いたかも。たか、あの辺とかもそうじゃない、うん、もうわかんないけど。フローとかもさ、初期はさ、もしかしたら、ちょっと影響は受けてるかもしれないなっていうか。だから、あの当時さ、それこそこういうポップなミクスチャーバンドみたいな結構若い子とかでも多くてさ、うん、その辺って結構受けてんじゃないかな、影響、うん、結構多かったね、あの当時。全然知らん、誰、例えば、例えばさ、ルーキーズとかもさ、ルーキーズ、誰だっけ、ルーキーズ、しんのすけがやってた、 あそこもちょっと影響あるんじゃないかな。へー、あとは、あとね、BAG バグってね全然わかんない結構いたね、あの当時。あ、こういう、それこそ厚木とかのバンドでも結構いたんじゃないかな。シェイディーズインクは、シェイディーズインクはサブライム知らないよ、だろ、それ一緒か。でも若い子たちで結構こういう呼び名で流行ってたと思う、すごい、うん、ポップなミックスチャーバンドじゃないで。最後に、うん、じゃあちょっとあの LDH の俺がウィキペディアで見てさ、なんでさ、うん、フォローミー歌ってた人3グループぐらいでさ、わかるよ、うん、で、アミちゃんだっけ、有名な子いてさ、ね、うん、なんでわからないかな、超有名よ悔しい、もう紅白だって出てるじゃん。そうだっていうの出てきた今、そうだそうだ、そうよ、そりゃそうよ、それだって紅白とか出てるよきっと、出てるよE ガールズ、E ガールズだ、ね、なんて出てこないかね、イーガールズさん、ごめんなさい、本当にもうめちゃめちゃ有名なの知ってますんでね、すいません、だから今日はイーガールズの紹介。いや違う違う違う、ゼブラヘッドよ、この女性はイーガールズ、イーガールズじゃない、でもまあ聞ける、今でも全然聞けるし、うん、3枚目ぐらいまでほんと楽しくなミディッシャーがいい感じになると思いますよ。はい、じゃあ皆さん登録いいねよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではバイバイ、バイバイ。